みなさんこんにちは、ミルキーです。ということで本日はクロロやっていきたいと思います。で現在ですね、こちらに魔法の宝箱がありまして、この中からウルトラレアのカードが出るのかっていうのをやっていきたいと思います。では開けていきましょう。はい、さあまずゴールドが出て、アイススピリット、そしてゴブリン。さあオムタワーはあんまり使ってないんですけど、はいエリートバーバリアン、あと3枚。さあホバリング砲の次が光るのか。はい、おお光りました。なんかいや、これこそちょっとついにロイヤルゴーストが手に入る日が来るのか。さあ運命の一瞬いきたいと思います。せーの、はい。さあ何でしょう。あー出ました、ロイヤルゴースト。ついにアンロックになりました。おー、もう最近全然あのウルトラレアのカードが出なかったんですけど、ちょっと心で救われた感がありますね。ということで、ついにあれだけ言ってて手に入らなかった、じゃじゃん、こちらロイヤルゴーストが手に入りました。いやー、これ使っていきたいですね。ということで、いやー良かったです、今回はすごく。で今ミルキーはですね、ちょっと悩みが1個ありまして、何かというと、今こちらのデッキを使ってて、例えばこちらガーゴイルがですね、ついにもうカードが集まって13に上げたいんですけど、ゴールドが足りない、10万必要なんですけど、今7万しか持ってないんですね。で、なんでかっていうと、この間まで10万ぐらいあったんですよ。あったんですけど、このクラン対戦で私が全然使ってないカードを上げるのに結構ゴールド使ったんですね。で、例えば最近あげたのこれとか、ホグライダーとかも普段全然使わないんですけど、クラン対戦用にレベル8まで上げたんですね。あとはこれとか、ホバリング砲とかも普段は全然使わないんですけど、これもクラン対戦用に上げたりとかってことで、クラン対戦用にですね、いろいろとあのユニットとか上げてったら、やっぱりゴールドが足りなくなっちゃって、最近あの以前あったゴールドラッシュっていうイベントとかが一切なんか廃止されたんだか、今だけないのかわかんないんですけど、なくなってしまって、ちょっとゴールドが集めにくいっていうのが今ちょっとミルキーの問題がありまして、でですね、こちらもちょっと後々上げていきたいんですけど、ちょっとゴールドが足りないっていう状況になってるので、ぜひですね、スーパーセルの方々にはちょっとゴールドラッシュなり何かしらですね、ゴールドを稼げるものをちょっとお願いしたいなと思います。ということで本日はですね、こちらのロイヤルゴーストが出たということで、いやーとっても嬉しかったので、ちょっとこれを使ったデッキをですね、今度は考えていきたいと思います。ということで以上ミルキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんまたねー。